人気投票記念企画、よろくな恋は合戦模様。なんと樋口よろくくんに好きな女の子ができたそうです。しかもその相手は直江景綱の溺愛する娘おせん。樋口よろくは直江景綱からおせんを奪い取ることができるのか。そう、樋口よろくの恋はまさに合戦そのもの。樋口よろく VS 直江景綱、果たして勝つのはどっちだ。7月上旬公開予定、皆様お楽しみに。